こんばんは、アラフィフです。これはタマリンというね、昨日9月の10日に配信になったゲームです。PS4 と、Steam で配信になっておりますけどもね、Xbox One 版はまだちょっとしてからになるということです。なんでやってるかっちゅうたら、こんな時間にね、まあちょっと面白そうで綺麗なゲームなんで、紹介がてら。動画で上げるとちょっとね、いろいろ時間もかかるとか、いろいろなことがあるんで、配信でやってまおうかなということです。ライブでやってしまおうかなということですね。ライブとはいえ、ゲリラライブなので、見に来てくれる人はほとんどいないとは思いますが、紹介実況なので、後からアーカイブで見ていただいたらいいのかななんて思っております。プラットフォーマーのアクションシューティング、TPS 系のアクションになるのかな。結構面白そうというふうに思ったので、主人公は猿ですね。タマリンという猿。タマリンって言ったら、中南米に、生息する実際のお猿でタマリンがいますけども、それを擬人化、擬雅化というかね、そういうことでやってるものになると思います。幼芸ですんで、この手の幼芸はほとんどって言っていいほどそうなんですが、決定とキャンセルのボタンが逆のパターンですね。決定が×、キャンセルが丸ということになってますんで、ちょっと混乱することもあるかもしれませんけどもね。とりあえず、そういうことなので、やってみたいと思います。いつも通り著作権とかの関係いろいろありますんで、音声は、主音声は全部、カットしております。エフェクトの音とかね、効果音ね、要はね、その辺は、オンですけども、音楽が入ってきたりすると、非常にちょっと問題が出てくることもあるので、そこはカットしております。ライブで来てくださる方は、めったにいないと思いますが、アーカイブでどんなゲームかなと興味持った方は、見てやってください。というわけで、始めていきたいと思います。セーブが3箇所あるようですね。選択で、バツボタンで始める形になると思います。タマリンのメモワール、ゲーム開始前に旅の思い出が表示されます。ということで、ね、探す、何を探す、何かを探すということだそうです。面白かったらまた後にね、いろいろ続きプレイしていきたいかなとは思いますけども、とりあえずは紹介実況ということでやっておりますんでね、よろしくお願いします。動画アーカイブでご覧いただいている方は、こんにちは、こんばんは、おはようございます。アラフィフでございます。タマリ、かわいいですね、キャラね。猿なんですね。これ敵が虫が敵みたいですね。虫の攻撃で自分とこの村とか、ね、その辺がやられてしまったタマリンが、その虫をと戦いながら、それを回復していくというゲームのようです。集落が襲撃されてこんな風になっちゃったということでしょうね。見回すのがこっち、右のスティック、移動が左スティック、バツジャンプ、転がるが転がれる、ションは結構小気味良いね。2段ジャンプはないけども、なんかよいしょ、こうか、
登れるな。あ、なんか手に入れた。何章かこれは。なんか5つ手に入れましたな。私も完全に初見プレイです。全然、その最初のところの画面を見ただけですんで、全くの初見で分かりませんのでね、その辺はご容赦願いますね。これどうなってますか。こうか。あ、最初これを見つけろやったかな。なんや、メモワール、これを見つけました。はい、なんか導きの何かがいてるね。どういこっちから行ったらいいか。キャラはかわいいな。これはなんかオプションを押すとなんかあるのかな。あはは、こんな感じで手持ちが分かるのがオプションボタン、ベタボタン押しても何も変わんないね。今ここに何か行ったから、洞窟のとこに行ったらええんやろうけど、ちょっと探索がてら若干動きは感性がかかる感じかな。入れるわけではなく、はい、鳥、あ、鳥の巣、あ、鳥をなんか見つけたりするんか、これそんな感じっぽいね。ここも登れる。よいしょ、これもジャンプ、ほいった。何かあるわけではなかった。よいしょ。こちらは何も入って、あ、完全に移動してしまうのね。はい、そこじゃないやろ、行くのはな。まだやな、多分な。これはマップの表示とかミニマップとかはない感じかな。まあ、とにかくこちらじゃろ、多分ね。その行かなあかんところは多分ここやと思うので行きましょう。こっちは導き手がいたね。導きに従って行ってみましょうか。こっちに来いと言うてるんでね、妖精さんみたいなのいてるね。ほい。ん？でもちょっと、あ、ここは。スプリングボードはまだ使えないからダメと。はい。そんなんあるわけね。はい。また、なんかを拾ったぞ。まあ、とにかく導きに従って進んでみますわな。ほい。L2 で長ロックオン。バスで捕まえる。L2。ロックオン。こうか。なんかの虫なんかの虫。これは起動。はあ、開けゴマ。あ、これで開くわけか。今の捕まえた虫かな。姫島さん、こんにちは。いらっしゃい。タマリンというね、新しいゲーム、昨日配信になったところのやつを、まあ、紹介がてらね、ちょっと遊んでみようかなということで、紹介実況ですね。内容が良ければまた続きはやってみようかなと思ってます。タマリンというお猿が主人公のプラットフォーマーアクションです。うわー、綺麗な、これ。これ PS4 と Steam で、配信中ですね、昨日からね。 Xbox One は、後日配信されるらしいです。はい、かわいいよな。猿な、これな、主人公なタマリン。中南米にいてるお猿のタマリンがモデルなんでしょう。何ですかね、会話。ほうほう、モグラ。はいはい、僕は味方だよ、君は大丈夫。
悲しいね、家族が連れ去られたなんて、森は燃やされ、君の家も壊された。これ以上最悪なことなんてないよ、そう思わない？森は武装した虫たちに乗っ取られちゃったよ。奴らは工場を建てて周りを汚染しながら勢力を拡大しているんだ。残念だけど僕は世界が終わる頃には、また地上に戻ってくることにするよ。いやいやごめん、かわいそうなふさふさ同士、協力しなくちゃね。さあおいで。ハグネズミだよ、きっとうまくいく。ああ、ハグネズミな。それはよう知らん。さて、丸腰のお猿さんのまま周りの固い森に突入するわけにはいかないよね。そうだね。さあこれ、おお、なんかウージー。はいはい、撃つことができる。何発か撃つと発射速度が遅くなる。ああ、はいはいはい、敵をロックできる。あそこにスイッチが見える。あれを狙いさせて撃てばドアが開く。はいはいはい、ということで、どこの上やった今。どこを狙いになっとったかな。スイッチを見つけてロックオンして撃つ。はいはい、こっちか、登ってけ。ここか、これか。ほうほう、おい、開いた。ほいほいほい、これか。これをやって、ここが開く。開いた。おお。びっくりしたい。フレナ・フォレスト。フラーナの森。かつて穏やかだった。虫の軍団による支配から解放しよう。Sap crystals are loaded with energy. They will help you survive. Beware of drones in occupied territory. Infesting the forest from roaming groups. Watch out for enemies above you. Take them out using lock targets. Do not run low on ammunition. Use checkpoints to save your progress.On your travels through the forest and mountains, you will find birds in peril. Take them with you to safety. はい。いきなりなんか。なるほど。シューターでは、虫が敵やいう感じが、なんかもうニクロイド S みたいな昔のな。なかなかロックオン難しい。隠れるね、割とね。殺しのライセンス。そんなものが、ネクサス4さん、こんばんは、いらっしゃい。タマリンというね、昨日配信になったゲームをやってます。 PS4 と Steam で配信中です。はい。プラットフォーマーのアクションシューティングですね。これシューティング要素はそこそこあるね。どっち行こうか。こっちは今の方は行けへんのかな。これ
ラベンダーみたいなの取れへんのかな、はい、はい、こっちね、走り回りながら戦う方が、トリアトリア先に敵をやってくる、あ、鳥が鳥が、で結構いて、やったらあくいけんのね、鳥をどっかに導けとかいうのがあったけども、それどこに行け、どっか、え、鳥ちゃん、お、あ、鳥ちゃんゲットこれをロックオンするのか、あ、そこなんか、両方これでいけるようになったということな。よいしょ。あとなんか。この中はなんか。あるんかい？え？いけへんのかい？わかんな。弾が欲しいとこやけどな。弾な。どっかあんねやろか、ちょっと走り回って見てみるぞ、お、あ、敵が持ってる武器、落とした武器は弾になる、まあまあようあるパターンちゃようあるパターンやけども、そうみたいね、キャラは可愛いけども結構銃で撃ちまくったりという感じが、どっちから行こう、こっち、こっちから行こう、いいんじゃないよこれ、制圧、弾持ってない、なんか倒す、潰せへんのかな、このままオッケーオッケー、弾がないとどうにもならへんからな、もらう、 OK、 たまたまアリバーサスある、そうよ昆虫のね襲撃でね、村とかが潰されて自分は、だけが生き残ったみたいなんですよね、その敵を倒しながら村を復ね、復活させていこうという感じやと思うんですけどね、さてもうまだもう一方にあったよね、道ね、こっちね、ほいほい、もう弾が弾薬がちょっと増えるな、嬉しいね
地雷かい。そんなもんがあるのか。ここからか。あー、さっきやり直しやな。これは好き弾やね。潰れるんだね。弾も節約しながら。オッケー。オッケー。慣れてくると上手くなってくるけどな。オッケーだ。弾も潤沢になってるね。で、こっちはさっきチェロッと行って途中で帰ってきたんやな。ここ一回行ったら帰ってこれるかどうかわからへんから、ちゃう方に行こうということでね、行ったんやけども、これで一回もう一回セーブのフラッグのところに行ったらセーブなのかね。一応ちょろっと言っとこうか。同じとこばっかりやり直すのもな、ちょっと辛いもんがあるわな。ここな、ここから復活やったかな。でもセーブにはならへん感じがするな。だらまあよかろう。地雷があんのがびっくりしたわな。調子よく行ってたら地雷で爆発したというね。なんかありそうな感じもするしな。回ってって爆発するんかな、あれは。OK。弾はそれなりに潤沢やな。これじゃないのか、撃つのは。違うとこ撃たなあかんのかな。これまずい。結構厳しいぞこのアクション。またここか。一緒か。武器は銃。一体か。OK。
弾が足りないぞ今度は。こちらはもうとりあえずいかんでもこっちやな。これね、だいたい撃ちゃう。弾が欲しい。48、少ないな。結構視点変更が大変かもしれない。OK。こいつも人が待って。いらんもんだ。落ちてる気がする。おい。手持ちどうなってる？弾はわからないね。ここやな。来た来た、あれや、あいつや。弾もないし大変やぞ。ここは来るか。またか。爆発どうしたらいいねあれ。爆発がきついな。今回は弾潤沢にいけるぞ。割とアクションはきつめな感じがしますね。やつらをどうするかやな。また地雷があるね。弾、これ弾。
つら早いかな、何や、どうしたらいいんや、向こう側に渡らなあかんのかな。あ、来てる。うわ、またか、危ない。狙いを定めようって書いてあるけど、危ねえ。あった、これまずいな、これはまずいよ、お前。難しいやんけ。こう難しい。弾はそれなりに習慣じゃない、今度はね。そうか、そうかね、忘れてたい。まあ、どっかない。なさそう。これか、頭ほぼ満タンやな。で、ここがそろそろまた敵が、はい、出てきたね。弾落ちてない、落ちてない、よし。で、ここやな。どうしよう、ここ行く前に向こう行った方がええんかな。分からんな。これでちょっとどっかでセーブになった方がいいかもしれへんし、結構シューティング部分はちょっとぬるっとした感じのね、エイムになるからちょっとめんどくさいっていうか、めんどくさいところはある。こっち行ってみような、もう飛び降りてみよう。行けるっちゅうことは行ってもええっちゅうことやろうな。こっちは、なんか行けそうにないね。わ、行けるんかい。さっきやったとこやな、これな。あ、そうかそうか、戻ってきたのか。はいはいはい。ってことは、こっちではないということね。
ここ入れるんかい？入れへんな。で、だな。さっきのとこか。これが開いたとこで入れるんやけども、あ、そうか、これさっき言った、こっちは。フラグが立ったね。これでここてこれは赤へん。まるで狙いを定めているんだけどね。あ、いた。帰ってきや。いや、こうする。狙いが定めにくいっすね。が増えるんだ。頭をやらなあかんのかな。謎やな結構。ちょっと退却しながら。ちょっと探索して、なんかええもんが落ちてるかもしれへんし。倒さんとあかんような気がするんやけどね。でもね、めっちゃ打ってきてるし、上登れるやんか。まるで定めましょう。まるってレバーで定まらへんねや。それが簡単にはな。弾切れるぞこれ。せけどな、これなんじゃ。ここから始められるからな、まだな。ここから来た。ここやな。これでいいんか。はあ、はあ、
エイムがなかなか大変やね、これね。ないから大変やで、これほんまに。どうせまた来るやろ、これな。開いたことになってへんもんな。狙ってからっていうのもややこしいね。結構な、ここまで来るとの硬さがちょっと尋常じゃねえよ、ほんまに。変な守ら、なんかどっかやり方があるんやろな。こちらは行ったところで何もなしか。鳥が捕らわれてるんやね、ここ。そう、リスタートでね、苦戦しますね。相手復活はさすがに厳しいですよ、ほんまに。あそこでセーブになってるってことはこっちをやってもええっちゅうこっちゃな。さっきの爆発バグたちはここでこれで今ので戦い方が分かったからできるような気はするね。ここやね。開いた。厳しいわ結構。
こっち行った方がいい感じやな、これやったら。こっちは？なんか知らんけど、アイテムはゲットな。よいしょ、ね。すげえね、この。地雷はかなんな。これもか。大量やね、地雷。今ここに行くっす、ほんまに。こう撃ったらええの？撃ったらええわけちゃうやろ、これな。撃てへんのな。開いてへん。こっちじゃないんだね。キャラが可愛い。ゲットしながらあ、あ、さっきの見えてた、外から見えてた鳥ちゃんたちやで、それはええんや、それはええんやけど、これはない、拾ったもんかな、もう。あ、鳥ちゃんたちか、あはは、玉か、あ、カゴの鳥が同性と。これは撃ってもしゃあないな、潰れへんな。ああ、結局行かなあかんのはあそこに行かなあかんということになるんかな。箱が開いてるのは、これ玉箱が開いたっていうことね。だから行き先はあそこしか残ってへんっていうことやんけな。これは飛んでも大丈夫でしょ、多分ね、こりゃ、うん、あのデカブツを倒さんと絶対にあかんということやわ、結局はな。できるけども、ここが大変や、この後がな。あー、やり直しかい。ここからか、もうここやらなしゃあないのか、先にな。鳥とかの量も全然やろということはな、そういうことになるわな。ここからか、絶対あいつをやらなあかんっていうことやからな。エイムが大変なんですよ。
これでここはこれは言いたいんやけど、ここが大変でね、結局やることが一緒やからね。強いなこいつ。もう一回だけやろう。対処方法があるはずなんやけどな、多分な。ここは上手くなったわな。この先やな。大変やこら。何もないか。苦労した割には報われず。何かだけかい。だから次向こう側をやりに行くか。そこもやっときたいな。こっちの方な。死んじゃったかんね。さっきね、玉回収があまりできていませんけどね。なんか上とかもなんかありそうな雰囲気やねけどな。見た目と違ってアクションは結構ハード。エイムがなかなか、言ってしまえばクソエイムやな。よく、いわゆるよく言うところのクソエイムってやつでね。慣れてきたらなんとか。癖が強いっていうのかな。クソエイムちたちょっと言い過ぎなとこあるけど、癖が強い。とにかく確か地雷が
ね。あ、ここはこうか、行けへんねんな。さっきの倒してもここには一切影響せず。で、弾あらへんか。弾ゼロやな。弾。どっかに弾落ちてた。くそー、弾切れか。まあこんな感じですわ。セーブがなかなか大変やね。まあまあというわけでね、今回こんな感じということで見ていただければいいのかなと思います。結構きついですね、はい。というわけでタマリでございました。見た目はね、可愛らしくてね、良さそうなんやけど、アクションはかなりハイレベルじゃないかなと思います。はい、これからもっといろんなアクション増えていくとは思うんですけども、ね、とりあえず序盤はこんな感じということで、今回はここまでということでさせていただきたいと思います。どうもご視聴ありがとうございました。よろしかったらまた、次回別の動画でお会いいたしましょう。たま。はい、というわけです。はい、じゃあまたお会いしましょう。バイバイ。